皆さんおはようございます。さあ今回は田祖浦で釣りってことでちょっとよいしょやってきました。で、よいしょ、狙うターゲットなんですけど朝まずね、なんでとりあえずプラグで、遊ぼうっていうことで、はい、まあここはとりあえずフラフラでしょう。いやー一匹ぐらい釣りたいぞ。本当にもう一本取れたら上出来やな、そんな感じ。一気に渋くなったね、本当にもうびっくりするぐらい渋くなったね。一気に、いないことはない。お、来た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 、よっしゃ。なんだこれ、シーバスだ、シーバスだわ。あ、違う、なんだこれ、何食ったのこれ。うわ、ダツだ、ダツ。これボイル何やろね、ダツが追いかけとんかな、あれ、あのボイル、ボイル、ボイル、あれダツかな、あれ。夏だね、ギラギラしてるから。夏っぽいな。あ、夏だね、あ、食った、ほら。夏だね。多分ダツだよこれ、ほら外れたもん、ダツダツ。この辺をダッちゃんがね、うろ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 してるわ。楽しいけどね。ほら出るもん。おおおお、なんだなんだなんだ。お、メッキだ、メッキメッキ、やった、タソウラのメッキ。結構サイズいいね、タソのは。明け方なんで、今やっといた方がいいよね。おっしゃった、ダツちゃんかな、メッキかな、多分メッキだと思うけど。あ、外れた、メッキかな。ちょっと赤金にします。赤金だけど多分食わないやつだと思う。メッキじゃないねあれ。おっしゃ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 、これはメッキだよ。あ、外れた、外れた、外れた。今回はこのテトラワークスで遊んできました。でね、まあなんというかな、釣れたのはこういうフラフラスローシッティングの好反応でした。さあ、じゃあ帰ろう。もう雨降ってきたんでね。